ドリーン・バーバラ・マッシーは、イギリスの社会科学者、フェミニスト地理学者で、特にマルクス主義地理学が、典型的に取り上げてきた主題を論じた。オープン大学の地理学教授として活動し、後には名誉教授となった。マッシーは、マンチェスターに生まれ、ウィゼンソーの大規模な公営住宅地区に育った。オックスフォード大学に学び、ペンシルベニア大学で、地域科学の修士号を取得し、 ロンドンのシンクタンクであった環境研究センターで働き始めた。CES には当時のイギリス経済について重要な分析家たちが何人も所属しており、マッシーは特にリチャード・ミーガンと共同研究を行った。CES が廃止された際、マッシーはオープン大学へ教員として移った。ドリーン・マッシーは2009年に大学を退職したが、その後もしばしばメディアに コメンテーターとして登場しており、特に産業や地域動向について論じている。オープン大学の名誉教授として、講演を行ったり、テレビの教育番組に参加したり、本を出版したりした。ドリーン・マッシーの主な研究分野は、グローバリゼーション、地域不均等発展、都市、場所の災害年化である。マッシーは、同時代の西側資本主義社会の分析を主に、 行っているが、ニカラグは、南アフリカ共和国、ベネズエラについても、研究対象としている。マッシーは、CES に所属していた、当時の初期の著作によって、労働の空間的分業理論の基礎を確立し、社会的不平等は、資本主義経済の不均等性によって生み出されるもので、あり、止める地域と貧しい地域の間、社会階級の間には、 硬直化した分断が生じると論じた。貧困、福祉、富には空間が関わるのである。その後の年月の経過の中で、マッシーは空間と空間的関係を現代社会の解明の中心に置き続けながら、この理論の政治化と拡張を進めた。マッシーは場所の重要性について議論してきたが、彼女は本質論的、生態的な概念として、 場所を捉えることに反対する立場に沿うものであり、そこでは、と考えられている。マッシーは、A グローバル戦争部プレイスという論文において、ロンドン北西部キルバーンのキルバーン、ハイロードに例を取り、場所についての、彼女の言う、先進的ないし、グローバルな意識を例示している。ソーシャルサイエンスバイツによる、ポッドキャストのインタビューで、マッシーは、 物理的空間を生きているものと捉える見方について語っている。ありがとうございます。